はい、こんにちは。プロサッカー指導者のフミヤです。今回はですね、低学年向けの練習メニューを紹介していきたいと思います。まあ、特に低学年の中でも本当に初心者の子ですね、サッカーを始めたばかりの子に向けた練習メニューを紹介していきます。で、内容としてはパスの基礎練習ですねっていうところで、紹介していきたいと思います。サッカー始めたばかりの子が、パスの、ね、蹴り方とかも、分からなかったりする中で、パスの蹴り方、まあ、楽しみながらですね、行えるような、もう本当に簡単な、練習を紹介していきたいと思います。それではですね、まあ、早速ね、動画の方見ていただいて、見てもらう方が分かりやすいと思いますので、やってる動画を一度ご覧いただけたらと思います。どうぞ。それでは低学年向けの、基礎のパス練習ですね、紹介していきます。まずは3人組で、グループを組みまして、もしくは人数が合わなければ4人組でも結構です。で、番号をですね、決めて1番2番3番と決めまして、1番から2番、2番から3番、3番から1番とパスをつないでいきます。で、次はですね、動きながらですね、行っていきます。まあ、グリッドの中をですね、動きながら1番から2番、2番から3番、3番から1番という形でパスをつないでいきます。で、ドリブルとかも入れてもらっていいんで、すぐにパスしなくてもドリブルで運んでパスしていくっていうのも OK とします。はい、おー、いいんちゃう。次誰、誰や、こんな感じですね。まあ、楽しみながら行ってもらったらいいと思うので。そうですね、まあ、蹴るところがね、今つま先で蹴ったりとか多いんで、できるだけインサイドを使ってパスをしていくっていうところは、伝えながらですね。あと動きの方ですね、いろんなね、ところに動きながら、同じところばっかりいるじゃなくて、しっかり動きながら行えるように、促していきます。まずですね、最初のところなんですけど、最初は3人組もしくは4人組を組んでもらって、もうその場の位置でですね、パス交換をしていきます。で、まずはパスの蹴り方とかもわからない子が多いと思いますし、最初につま先で蹴ったりとかなっちゃうと思うんで、まずはインサイドでしっかりと足の側面ね、側面のところで蹴るのが正確にパスが出せるんだよっていうところを教えながらですね、まずはインサイドパスっていうところを練習していきます。もう最初本当にゆっくりでいいんで、その場で1番の子から2番の子に、2番の子から3番の子に、3番の子からまだ1番の子にっていう形でパスを回していきます。その中でですね、誰から誰にパスを出すかっていうところをしっかりと確認できたらですね、次は動きながら行っていきます。まあ、例えばこのグリッドの中でどこに動いてもいいんで、ドリブルとかも入れながら1番の子から2番にパス、2番の子から3番の子にパスっていうのをこう動きながらですね、ドリブルとかも入れながら行っていきますっていうところで、ここまでで基本的には終わりなんですけど、まあ指導のポイントというか、子供たちに伝えていくのには、動き入れるって言っても多分そんなにね、大きな動きを最初入れていかないと思うんで、まあ、慣れてきたらですね、コートのね、全部の場所、真ん中、右端、左端とかね、全部のところに行けるように動きながらやってねっていうところを、伝えながらですね、大きな動きとか出てくるような形でですね、行っていきます。はい。で、まあ、このトレーニング良いところというか、ポイントというかですね、他のグループね、必ずこう、重なったりとかしてくるので邪魔になってくると思うんですけども、他のグループの動きをしっかりと見ながら行うっていうところですね。これが、まあ、ポイントになってきます。実戦だともっとね、ディフェンスがこう取りに来るわけじゃないですか。だから、この他のグループとか、他のグループのボールとかっていうのは、そこに当たらない、当たりそうだったらちょっとドリブルで運んで、コース変えてから、パス出すとかね、ボール持ってる側もしっかりと見てプレーするんで、受ける側もこう邪魔になる人がいるのであれば、少し動いてですね、誰もいないところでボールをもらえるように意識していくっていうところがポイントになってきます。はい、っていうのをですね、ちょっと子供たちにね、気づかせていきながらですね、やってもらえたらいいかなと思います。で、まあ、ポイントの2つ目としてはですね、まあ、最初にも伝えた部分ではあるんですけども、足のどこでね、蹴るのが、正確に蹴れるかっていうところをしっかりと子どもたちに考えてもらうっていうところですね。やっぱり初心者の子でつま先で蹴ったりとか、なんとなくこう
あのパスをするって言ってもとにかく叩けるっていうところでですね、正確につなげないっていうところがやっぱりあると思うんで、足のどの部分で蹴るのが正確に蹴れるかなっていうのはこう子供たちに聞きながらね、考えさせながらですね行ってもらえたらいいかなと思います。まあできればもうただ単にこうインサイドで蹴るのがいいんだよってこういきなり伝えるよりは、まあ、考えてもらってですね、自分たちで答えを導き出す、その上でやっていくんで、それでもやっぱりあの癖でねつま先で蹴っちゃったりとかあると思うんで、その時はね、どこで蹴るのが良かったかなっていうのでこう伝えていってもらったらいいのかなと思います。はい、っていうところでまあそこまでねポイント多くないんで、まず、あのパスの練習、ボール保持の練習とかのこう基本的なところですね、導入部分で、こういった練習を取り入れてもらえたらいいのかなと思います。はい、ということでですね、今回は低学年初心者向けの練習メニューを紹介していきました。で、テーマとしてはパスの基礎ですねっていうところを行っていきました。で、まあ普通にねもちろんパス&ゴーとかそういう練習を行ってもらうのももちろんいいと思いますし、基礎っていうところでね、どんな練習してもらってもいいと思うんですけど、まあこのトレーニングのいいところはですね、まあ動きながら行っていけるっていうところと、でも他のグループがこう混在しながらやっていくんで、やっぱり認知の要素、こう周りを見ながら行わないといけないっていうところが入ってくるんで、より実践的に、まあ、しかも楽しみながら行っていけるトレーニングかなと思いますので、はい、ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、もともとこのトレーニングは、ね、池上忠さんがですね、育成指導者としてすごく有名な方なんですけども、あの方がやっていたトレーニングでうちも取り入れてやってみたトレーニングになりますので、すごく参考になると思いますので、ぜひ一度やっていただけたらと思います。あとですね、まあ、このトレーニングの続きとして2対1のトレーニングというところに入っていきますので、またその動画を次回ですね、配信していきたいと思いますので、よかったらそちらも見ていただけたらと思います。まあ、配信しましたら概要欄の方に貼っておきますので、そちらから見てください。はい、ということでありがとうございました。このチャンネル、ふみチャンネルでは、サッカーフットサルの練習メニューを中心に、指導者の方、保護者の方、選手たちにためになるような情報発信をしております。よかったら、チャンネル登録、グッドボタンなどを押していただけたら嬉しいです。あとですね、僕が指導者としてですね、10年以上にわたってやってきたことをノウハウといいますか、まあ、学んできたこと、実践してきたことをまとめたノートを作っておりますので、そちらもよかったら概要欄の方からチェックしていただけたらと思います。あとブログの方でですね、今ですねトレーニングのねプランといいますか、まあ、項目別にまとめたもの、低学年のものもそうですし、高学年用のものとかですねまとめておりますので、そちらの方見ていただけたら、ドリブル、まあ、運ぶドリブルっていうテーマがあったとしたら、そのトレーニングのプランですね、導入トレーニング1とかどういった形でこう練習していくのがいいのかっていうのをこう まとめてですね、発信しておりますので、まあ、YouTube の方は本当に一つ一つの練習を紹介していってる形になりますので、まあ、そちらのブログのまとめの方を見ていただきながら、活用してもらえたらよりねうまく普段のトレーニングに活かしやすいんじゃないかなと思いますので、よかったらそちらも概要欄の方貼っておきますので確認していただけたらと思います。はい、あとですね、まあ、Twitter の方もやっておりまして、そちらでは日々の、トレーニングであったりとか、まあ、日々僕が考えていることであったりとか、タイムリーなことを発信しておりますので、よかったらそちらもフォローの方よろしくお願いいたします。まあ、あと最近ね質問とかもしていただけること、動画のコメント欄でも結構ですし、プライベートなことというか、あまり周りに見られたくないような質問をしたい方もおられると思いますので、そういった質問はですね LINE の方からしていただけたらと思います。はい、ということで長くなりましたが以上になります。ありがとうございました。